ではオリンパス EP1 の、針革のインストールの方法を説明いたします。まず用意するのが EP1 でございます。それからボディ側のキャップを用意してください。そして水でございます。当然革もいります。まずですね、電池を抜きます、ね、余計なところ触って動いたりしてはいけませんので、電池を外します。でレンズを向けておきましょう。でゴミが入るといけませんので、ボディキャップつけます。はい、ここまでよろしいでしょうか。さあそれでは貼り付けを始めます。革をめくります。よいしょ、あー見てみよう。革を台紙から剥がします、ね、で裏返す。で水をちょこっとここら辺だけ、レンズマウント側ぐらいでいいです。なぜならこれはあんまり強いテープが貼ってないので、あんまりですね、ベタベタにすると火付け悪くなっちゃいます。では行きましょうか。いいですね、こんな感じですね。でレンズマウントギリギリに貼り付けますと。で違うね、3に合わせながら、あまり引っ張らなくていいです。サイズはぴったりのはずですからね。片っぽ貼れました、ね、いい感じですね。そこも悪くないですね。裏側もこんな感じです。はい、次も一緒でございます。裏返してテープ側にちょいちょいと水をくっつける。こんなぐらいでいいです。で貼り付けますと。水が湿っている間は、まあ、多少貼り直し効きますからね。引っ張らない、サイズはぴったりですから。で、こんな感じです。以上です。